3つ目のテーマにいきたいと思うんですけども、はい、社長のですね、その地域に対する思いですとか、はい、そういうところをこうお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、あの一番こう印象深いというのは、あの中小零細という形で、はい、社長としてロックバンドをやってらっしゃるんですよね、はい、これはどういう思いで、もともと私はあの昔20歳前後学生時代、私あのビートルズっていうのがね、もうなんていうんですかね、私の青春そのものみたいな、毎日聞いて、それの英語を全部自分で訳して何言ってんのか、非常にストレートなラブソングなんですね。だからそれを、そういう歌を作りたくて、それからああいうね、内容、ただあの曲だけじゃなくて、内容もメッセージがあったりね、あの人に何かこう与えるものを、それをそういうああいうサウンドでやりたかった。あのやっぱりその先ほどね、ビートルズの曲っていうのはすごくストレートなメッセージがあったりしますけど、はい、あの社長が作られてるバンドも作詞は、そうです、私が、日本のものづくりはね、決して大企業の力なんかじゃないね、中小零細の底力だっていう、もうそれから、俺らの技術は、ね、世界ナンバーワンね、もう夢を持って進むぞっていうメッセージも入れてですね、今年はでもあれですよね、あの社長でしかっていうか、あの社長という立場でものづくりの社長をやってるからこそでしか書けない、はい、ですよね。あ、そうですね、あの詩はあの自分でやってる人しか書けないでしょうね。最後なんですけども、こう社長のモットーとしてることってのはどんなことでしょうか。モットーですか。いろんなパターンがあると思うんですよね。一番こう大事にされていること、じゃあ例えばあの経営、このものづくりに関して、はい、大事にされていることはどんなことですか。もう経営というのはですね、やっぱりあのまず継続することでしょうね。会社がやっぱり永遠に継続する、でやっぱり何のためにそれじゃあ経営ってしてんだろうって考えた時にね、やっぱりこの働いてる人たちがみんながこう生きがい持って、社員は社員輝いてるね、これがモットーかな社員は社員社員があの漢字の社員で、うん、次の社員がカタカナで、あの英語の社員、サンシャインの社員、なるほど、どうですか。いや、いいと思いますあのもう二つなんですけど、ものづくりに対する、その日本のものづくりに対するなんか思いとかモットーってのはどんなところにありますか。日本のものづくり、さっき言いましたが、これはもう世界で絶対ピカイチの技術を持ってる国なんですね。だぜひそういうことを強調して、皆さんにね、自信持って日本は行ってもらいたいなって私は思いますけど ね、 あのね、今60過ぎてます、はい、すごく輝かれて、はい、頑張ってらっしゃる、生き方のなんか人生のこもっと、もう生き方はやっぱりもう本当いつでもね、明るく楽しくね、健康で、もう生き生きと最後の最後まで生きたい、生きてる限り全力で生きていきたいなね、いう思いでしょうね。今日も本当にありがとうございました、はい、またよろしくお願いします